フォースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジーを始めていきたいと思います。お、メタル。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。4万。ブエナビスタガチャ、電動馬シリーズガチャ、なんだろう。なかなかうまくいかないですよね。まあいいや。イベント開催中よ。天皇賞春ですね。6月1週気がつけば。宝塚記念ですね、今回は。いい感じじゃない。嬉しそうね。今ですね、アウトドア、外からやっております。街の中の公園でやってます。着いた様子ね。お、結構穏やかと出ました。人参。嬉しそうね。あと何周だろう。あと何周は分かるから。あと体重のベスト体重って何キロだろう。イベント開催中よ。何か用？ヒント。お、これがベスト体重が506キロ。ってことは前504キロから体重上がりましたね。さあ、いよいよ高須賀県本番です。今週はレースがあるわね。これ瞬発力上げて8キロも上げたら、この時点でもうあれできないんで。さすがにこれはないです。あ、いい感じじゃない。人参。状態を維持した状態でこれで出したいと思います。高塚記念本番です。超素質のお守りってあるんですね。有料パック。一番人気だわ。一番人気 1.2 倍、ダントツですね。ただいまより
さあ、どういうメンバーかと言いますと、神のクレッセ大優作、大宅フィリオス、メジロパーマーか、メジロパーマーちょっと怖いんで、メジロパーマーの単勝買っときましょう。あーもういいや。まあ、イクノディクタスで出てないんですね。翌年か、2着になったのは。さあ、宝塚記念、阪神競馬場で開催ですね。1992年のレースです。シーツではメジロパーマーが勝っております。2着って、ね、オースミロッチだったかな。さて、オースミロッチは1着で勝負したのが翌年だよな。すごい雨で熱い視線が注がれています。宝塚記念、まもなくスタートであります。そして私の夢は走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢は型のアラビアンか、神のクレッセか、着は私の夢は大優作です。2着が多い大優作、神のクレッセ。先手を取ったのはオースミロッチ。オースミロッチは前に来ましたね。上がってまいりました。大宅フィリオス、探し合い手、神のクレッセ。大宅まで行っている。1番、名称ブタリア、前行くのが多いですね。そんな中、2番ですね。2番、中段やや後ろ。そしてその後ろから7番ミスタースペイン、それから離されましてバンブーダンゴ、外を通って12番大優作、内を通りまして後ろから行きますね。ムービースターが最高峰ですね。先頭ミスロパーマー、わずかにリードしている。それからもう一頭オースミロッチ、大宅フィリオス、この辺りちょっと離れている神のクレッセ、今のペースになってる気がするぞ。これ3コーナーだ、気がつけば。6番ホワイトアロー、ここにいた型のアラビアン、さあ大丈夫なのか。この馬にはあります。それからもう一頭成田ハヤブサ、そしてその後ろからミスタースペイン、ちょっと離されまして11番バブーギャンゴ、その外スーッと大優作が上がっていきました。さあ阪神競馬場は大歓声であります。外には1番アラビアンが6番手、さあ先頭はオースミロッチ。このオースミロッチですね、リードしたのか。伸びきれるか、あ、ここから加速していく。神のクレッセが伸びてきた。抜けた。さあ、前の部屋、成田ハヤブサが来たぞ。行きましたね。神のクレッセか、成田ハヤブサだな。しっかり中段から足を伸ばして抜けましたね、最後。道のりもいいみたいです。これはプラス4位。当番以上のように確定しました。来た来たか、来たか。タクリンをすごく喜んでおります。痩せすぎね。痩せすぎです。体調を整えた方がいいわ。もう少し重い方がいいんだけど。さあ、これで放牧です。さあ次は何か用？WBC かな、 SWBC か。クエスト達成よ。イベント開催中よ。イベント開催中よ。502キロですね、今。さあ、宝塚記念1着取りました。 WBC に行くか SWBC に行くか考えたいと思います、では、また
次回お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。